人がその星へ手向けた刃たちはやはり人のもとへと戻るに至った。前世紀の終わり、温暖化と名付けられた災いは人の暮らす大地を海へと返す。沈む世界、かつての誇り高き姿はすでになく、この国の首都もその機能を失いつつある。優秀な企業の多くが沈みゆくこの国を捨て別の国へと移った後の世、そこに残った者が歯を食いしばり必死に生きた時代があった。ゴーグルが。大丈夫？大丈夫なの？別に俺が悪いわけじゃないよな。風だよな、風。なんで蹴られるかな。
か。今月5日に起こった国産宇宙開発用シャトルスズランの爆発事故について政府は宇宙開発機構ジーザスからの報告を明らかにしました。今回の報告で最も注目されていた放射線による人体への影響は全ての項目で安全基準の範囲内であり生活には全く支障がないことを改めて示す結果となりました。しかし今回の政府の発表に国際連盟グリーンフロンティアの反応は悪く今後の日本への経済支援の影響が心配されます。今回の事故について杉澤総理大臣は今後も国を挙げて事故過程の明確化に努めていきたい、プルトニウムの数値が含まれたスズランの使用の提出をグリーンフロンティアに行うなど日本の国際的な信頼回復に全力で取り組んでいきたいと記者団の前で発言しました。また今回の事故を受けて小室防衛庁長官はジーザス前泉大佐にスズランの護衛として AI を応用した新兵器 RB の配備を指示しました。 RB の搭乗者には AI の適合を示す少年たちが採用されることが決まっております。俺ももう14だぜ。彼女の一人ぐらいいてもいいんじゃないのか。そうだよな、貴重な夏休みを朝から潰されてちゃ彼女なんてできないよな。チックショ、全部ここのせいだよ。まだ遅刻じゃないよな。打ち上げ準備は整っております。あ、いや今回は上も本気です。日本からのシャトルをダックすることで全てが明らかになるでしょうか。そううまくいくかな。政治が国を腐らせているだけだ。奴らの技術力を見くびっては痛い目に遭う。そういう国なんだよ。823チェックポイントを確認。第二管制塔より進路クリア。カウントを開始します。搭乗者のチェックポイントを確認。現時点での予測データを入力開始。15秒前。ブースター出力上昇。予測データの入力完了。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、発射。今回そよ風に RB を配備したことでグリーンフロンティアに攻撃の理由を与えるな。向こうも RB をぶつけてくるだろう。核廃棄物はもうどうでもいいんですか。今回の事故でアメリカや EU がそよ風を使うことはなくなる。まさに予定通りと。日本が返り咲くためにはグリーンフロンティアにこれ以上力をつけさせてはならない。アジアがまとまるにはまだ早いか。 U4 がジーザスに配備されれば日本の技術力を世界に再び認めさせられる。それには戦う相手が必要だ。いい相手だよ彼らは。やっぱりおとりなんですね。そよ風は少しもったいないのでは。彼らはおとりじゃない。手間暇かけて国中から規定以上のを集めたんだ。金さえかければ。今度の子供たちだってどれほどのものか。前泉大佐、育ってくれなくちゃ困るんだよ。育ってくれなくちゃ。大平、はっ。才能とは国が育むものだ。はい。警告します。ここは共同地球圏指定エリア D。
あなた方の行為は国際協定に違反しております。速やかに艦船を停止させ我々の指示に従ってください。繰り返します。ここは共同地球圏指定エリアで、あなた方の行為は国際協定に違反しております。速やかに艦船を停止させ我々の指示に従ってください。あなた方が警告に従わない場合、我々には攻撃の意思があり、直ちに我が兵器を向かわせます。本艦はただいまより作戦行動に入り、アルメデのプレイヤーは射出体制に入り、オペレーターの指示を待て。側シャトルより RB の射出を確認。数4機、アルメデタイプです。ランデム出撃準備指示します。愚かしい、政治の腐敗はこれほどまでに国を惑わすものか。各員戦闘態勢に入れ。動き出したか。時の流れとは残酷なものだ。ランディングが出てくるまで持ちこたえるんだ。ジーザスを近づけさせるな。ジーザス艦 RB を肉眼で確認。爆発した。できるじゃないか。このリズムでいけば。何か来るのか。なんだこれは。俺たちと違うパーツ？うわ、やっぱ怖い大人に怒られちゃうよ。俺のロッカーは。すいません。何？あんたここで何してんのよ。3号機、そのままの体勢を保ちながらハッキングだ。了解。やべえ、もう持たない。
するのは可能だ。制御不能。パルスが合わない。おい、オペレーター、助けてくれ。おい、早く何とかして。おい、あオチエキ、その目に何を映す。その先には何があるのだ。ジーザスのシャトルが離脱行動に入りました。奴ら何を考えている。まあいい、その罪はやがて世界にさらされるだろう。これより帰還する。作戦終了。現隊長、本館に戻ってください。了解。日本政府は今戦後最悪の状況にあるだろう。日本で生まれ育った企業が国を捨て、国民の心は国の外へと向かいつつある。そう、我々ジーサスは示さなければならない志の高さを、我が政府に世界を導く強さがあること。人の未知なる領域、6番目の感覚は無限の可能性を秘めていよう。その感覚を宿す君たちこそ、日本政府を救う希望の光なのだ。そう、君たち8名が、まだ全員揃わぬようだが。ごめんなさい、遅くなりました。今回は大目に見る。早く自分の席に着くんだ。はい。すいません、遅くなりました。あんたもここなの。お前たち早く席につけ。君みたいな女の子も選ばれたんだ。初めて見る顔だけど。初めて見て当然でしょ。私はイルマから今日来たんだから。あ、さっきのあれ間違ってたのは君の方だぞ。それに今朝だって。ちょっとうるさいよ君。席につけと言っている。はい。あんたお前ら。はい。話を続けよう。うるさい。君たちが宿している6番目の感覚、それを我々は AI と呼ぶ。それは前世紀、予感やひらめきという抽象的なものと認識されていたが、まあ事実 AI が行動を読み取る感覚であるという裏付けはまだ完全になされたわけではない。しかし君たちは偶然にも導かれ、その感覚を宿すに至った。例えば自分の腕に玉が落ちてくる。そのことに当人が気づかなければ、玉は腕に当たり、脳には痛みが伝わることとなる。だが君たちは AI を使って脳に伝わる痛みを事前に知ることができる。つまりは将来起こりうる危機的状況を事前に回避することができるのだ。6番目の感覚、
AI、 その力をジーザスは君たちに与えたのだ。 AI の力は様々な分野での応用が期待されているが、君たちの AI をジーザスのために役立ててもらいたい。父さんの言っていた頑張れはこれか。父さん、知っていたのか。日本の将来を担う我々ジーザスに残された時間は少ない。君たちは1週間の地上訓練の後に宇宙で実践訓練をしてもらうことになる。グリーンフロンティアの RB ランディン。この兵器は先の作戦行動中にあったジーザス RB4 機をわずか15分で沈めた。その敵討ちを君たちに任せたい。マジかよ。 AI の優れたものが操れば RB は本来の能力を発揮する。できるはずだ。君たちの能力ならば、そのための君たちだ。それでは早速スケジュールを渡す。各自の能力に合わせてプログラムされているので間違わないようにしてほしい。まず AI とパルスの関係。君たちは素晴らしいプレイヤーに育ってくれた。今私は確信している。至福の光に照らされながら世界を導く日本の姿が未来にあると。栄光は我らに。何やってんの。いや、これから戦うとなると緊張すっから。トイレが近いね。弱いわね。そんぐらいで私なんかいつでも来いって感じ。そんなこと言ったってあの黄色いランディム強そうだよ。そういや、そうね。でも私は大丈夫よ。あんなの。お先に。次回ランディム初めての戦い。まったね。
切にたくさんの愛と勇気両手を広げてあげよう明日を譲れないどんな現実も目を背けたりしないでこれからの世界へ君に会いたくて君に会いたくて夢をいくつも抱きしめてた温暖化による海面上昇生み出された洪水は各国の主要都市を襲った西暦2052年国際民事機関グリーンフロンティアは国家復興のため宇宙への進行を開始した開発機構ジーザスとの間でその覇権をめぐり戦争状態へと突入していった敵の新兵器を破壊すべく少年らは宇宙へと出陣する。うっとだったったった。おい、カズト、早く起きてこい。今日の味噌汁は正解だ。正解、うん。おはよう。おはよう。今日は本当に正解なんだろうな。おう、きっとな。ほれ。本当か？いただきます。え？これが正解？出ちゃった。なんだ？あのさ、うん。俺がジーザスに召集されたのは突然じゃないよな。だいぶ前から知ってたんだろ。うん、まあな。でもお前前から憧れてたろ、パイロット。普通本人に相談しない？そういうことは学校だって辞めなきゃいけなかったんだし、うん、学歴なんて何の意味もないぞ。父さん見てみろ、大学出たって所詮。それに比べてお前はすごい、アルビーのパイロットだぜ。生活だって一生面倒見てもらえるんだし、新潟のおばさんも喜んでたぞ。もちろん俺だって嬉しいし、マジで。でも本当に乗れんのかな。まあ頑張んだぞ。ああ、マジ頑張るんだぞ。麻生さん、不安なの君だけじゃないよ。みんな不安だよ、きっと。初めてだから緊張くらいするよな。そうだね、初めてだから緊張するよね。少し安心したよ。麻生さんでも緊張するんだ。そりゃ私も緊張くらいはしますわ。でも君が一番緊張されてますわよ。ん？そこまでじゃ。ようやくいつもの君に戻った。本艦は3分後に作戦区域に入ります。 RB のプレイヤーは所定の場所に移動してください。繰り返します。
始まるのか。カズトさん、お顔が緊張されてますわよ。うるさいよ。愚かな、豊かな時代にあった過去の者たちよ。その幻に未だ縛られているとしか思えん。いや、それとも本気で世界の名士となるつもりか。笑わせてくれる。輸送用シャトルで何ができる。いいだろう。その戦い正面から受け止めてやろう。ふん、彼らに己を知らしめるいい機会だよ。ケンミューラ、準備はできてるな。感心できませんね。戦い打ち破ることが我らの目指す道でしょうか。相手によるよ。我々は十分に手を尽くした。なるほど。どこで過ちに気づくかだ。彼らの運命は彼らが握っている。我々に正義があると。いや、違うな。戦う者そのすべてが罪人なのだ。コース設定は80番をベースか。よし、大丈夫だ。ご機嫌いかが？そろそろ覚悟決めないとな。ああ。大丈夫。シミュレーションで何度も試したじゃない。そうだね。あ、でも君、あれで結構やられてたんだっけ？そういえば。カズト、お前が RB のパイロットになれるなんて、おら嬉しいぞ。本当に嬉しいぞ。そうだよ。父さんだって応援してくれてるじゃないか。やるしかないよな。お、もしかして気合入ってる。いちいちうるさいよ、もう。いいわよね、ほんと。君みたいに単純になりたい。うるせえ。ブサイクな顔。いいな、楽しそうで。でもこれから戦うんだぜ。熱いのは後でやってくれよ、お二人さん。残念ながら趣味じゃありません。こっちもだよ。お前ら見てると気が楽になるよ。これから戦いだってのに余裕だな。さあ、みんなそろそろだ。行くぞ。了解。Thank you.
んだ、宇宙だって乗れるじゃないか。アルメルプレイヤー、アルメルプレイヤー、招待は5分後にグリーンフロンティアシャトルの確認権に入ります。各自プログラムを踏まえ作戦行動に移ってください。了解。今回の奴らは若い。ならば恐怖を知らぬうちに実力を出し切ってもらわねばな。希望の光、確かにそうだ。フォーメーション、プログラム32を発動。正面から切り込み、陽動をかける。フォーメーション、プログラム32を発動。現在のパルスランクによりポジションを指示します。プレイヤー森口はヘッド、敵捕捉後に先制突入。続いて吉岡野島がセカンドラインで射撃、プレイヤー麻生はセンターで待機、指示を待ってください。なんだよ、俺がヘッドの位置、なんで俺が、俺にできるのか。自分にヘッドポジションが務まりますか。パルスを安定させてください。訓練の時のリズムを思い出せばいいんですよ。まもなく戦闘圏内に入ります。大丈夫、あなたならできます。いや、あなたにしかできない。俺にしかできない。それぞれ指定されたプログラムで待機。了解。カズト君、いきなり弾に当たらないでよ。ヘッドが早めに沈むとフォローが辛いんだからね。ちょっと、どうしよう。麻生さん、震えが、手の震えが止まらないんだ。震えてるって、そんな甘えないでよ。君の後ろには私たちがいるんだ、大丈夫だからね。いいね、仲が良くて。付き合ってるからね、あいつら。嘘だよ。RB って言ったって整備は地味なもんでさ、こんなんで宇宙じゃ戦争やってんですよね。そういや、森口さんとこの息子さんも確か、今頃こいつに乗って戦ってんだよな。大丈夫ですって、無事に帰還しますよ。そんなこと心配してねえよ。ただ俺はあいつがこの国を立て直そうって身を張って頑張ってんのが嬉しいんだよ。そうっすね、ここが日本の踏ん張りどころなら俺たちもしっかりやらねえと。この野郎、いきなりやる気出しやがったな。いつも出してますよ。オペレーター、敵のポジションをリアルタイムで送信してくれ。このままジーザスのシャトルを落とす。急がないでください。シャトルの周りにアールメレが展開中、突破は容易ではありません。その気遣い嬉しいな。検隊長、ご無事で。あ
と1分で互いの射程圏が接触します。各機体に状況データ送信準備します。デッキ識別スケルティアタイプ5つ、武装は不明、そして黄色いやつも前回のランディムもいます。メイン PC による戦力比較は東方が若干優勢、しかしどうでしょう。こちらのプレイヤーはウィジンです。データ送信開始します。スケルティを従えてきて、こちらの AI の向上は予想の範囲ということ。ヘッドとセカンドの3機をランデムに向かわせろ。ランデムさえ抑えてくれればいい。了解、プログラム送信します。あいつらで抑えられるのか。攻撃セクション気を抜くなよ。今回は本館の戦闘もあるぞ。20番25番のプログラムを再確認します。俺の場所でランディムを抑えなくちゃ。プレイヤー森口、肉眼で確認できますか？ランディム本体は残り1分で接触。お気をつけて、射撃範囲にはすでに入っています。撃破する必要はありません。ただ一撃を与えて敵の足を止めてください。そうだよ、そうさ、別に殺すとか死ぬとかだけじゃないんだよ。大丈夫だからね。ああ、あなたの後ろには私たちがいるんだから。大丈夫、みんなは自分が守ってみせるよ。守ってみせる？ああ、あなたに？来た！回避だと？お、なんかガンガンないか。あんなに早くアルメデの推進剤で追いつけるのか。簡単には抜かせられないんだよ。邪魔。撃ってくる。なんだ。ああ。AI でかわしているだと。あの一瞬。私の AI が乱れた。視界から消えた。下か。まだまだまだ。森口、そいつは一人じゃ無理だ。俺が行くまで下がれ。もう二つ。この程度では当たりをしない。自分は何もできないのか。こっちに来る。右。ここからなら当たるでしょ。逃げてるだけじゃ倒せないじゃないか。敵スケルティアタイプ B 機撃破しました。援護しますか？いや、君はシャトルの護衛に回ってくれ。了解。自分もすぐに向かう。その動き見える。
その機体でよく狙ってくる。撃つことが普通だ。君とは分かり合えたかもしれない。なんだと？奴の AI が上回ったのか？ランディム、左腕を破損。隊長、パルスが乱れています。どうしますか？帰還された方が良いのでは？そうだな。戻った方が良さそうだ。もう安心だ。黄色いのは下がっていたぜ。そう。っていうことは。ああ。戦闘は終了だ。ボロボロだけどみんな生きてる。勝ったんだよな、俺たち。ああ、みんなでそよ風を守ったんだ。よし、早く戻ろう。最後のやつは晩飯おごりな。おい、待てよ。そっちは終わったの？敗北を受け入れよう。しかし、何なのだ。心を揺さぶるこの感情は何なのだ。散らぬ花などない。どうだい、なんとかしのいだよな。カズトも運がいいわよね。度胸がないくせに。俺たちの経験が足りないからだよ。訓練すれば大丈夫。あんな奴に負けるか。それは私の言うことよ。カズトにだって負けないんだから。それはどうかな。なにこいつ。でもそんな私たちの基地を探る奴まで出てくるのよ。次回ランディム第3の資格。資格ってなんだ。現実も目を背けたりしないで、これから
手探りの時を繰り返し、だけど少しずつ何かを感じてたよ。